はい、こんばんは皆さん、イタリアンバロリーへようこそ。とりあえず今日何をやるかっていうと、山田チャンネルの動画で卵を買ったんですよ。で、使わないのはもったいないっていうことで、ちょっと料理していこうかなということで、まあ、今日作るのは卵料理の王道、そうみんな大好きオムライスですね。で、まあ、自分で作っちゃうと自分で作ったものの味の評価ってできないんで、今日お客さんがいっぱい来るんで振る舞っていこうと思います。とりあえずまず作ります。で、材料も一応あるんで、チーズですね、これは。はい、チーズ、ネギ玉で、うち炊飯器ないんで、あれで温めてできるご飯、まあ、いろいろあります。ハム、人参、チャプッケ、肉、トウモロコシ。とりあえず作っていこうと思います。あ、ちなみにオムライスの作り方ですけど、僕知りません。材料だけは他の人に調べて買ってきてもらいました。オムライスの作り方は知らないんですけど、まあ天性の才能で作っていこうかなと思います。多分米使うんで、まず米温めます。先にそのチキンライスっていうのが、チキンライスじゃないな、なんか米の部分作って後で卵で閉じるのは知ってるんですよね。今日ちょっと小食のお客さんが多いんで、とりあえずまあ一人分ぐらいを作っていこうかなと思います。とりあえず、まあ、米は一旦置いといて、まあ、材料なんですけど、多分いらないもんあるんですよね。トウモロコシが絶対いらんやん。めんどくさいんで使いません、これは。いや、でもこれ切ってあんのか、いけるか、どうしよう。やべ、とりあえずハムは多分使うんで、でも一人分だからそんな使わないんで2枚ぐらいでいいかな。はい、まず雑に切ります、ハムを。これね、猫の手知ってるんですよ。知ってます？こうやって捨てると包丁で自分の手を切らないようになるらしいんですよ。手を丸めて切ると。知ってた？知らなかったでしょ、みんな料理しないから。で、野菜は食ってほしいんで、人参は使います。ただ野菜嫌いな人が多いんで、ちょっと少なめに、まあこんくらいですかね。こんくらいです。これは直しておきます。てか直すってあれか、また突っ込まれるわ。直すって福岡の方言で片付けるって意味なんですよ。という豆知識、雑学も披露しつつ作っていく。包丁の切れ味が悪い、雑魚い包丁だから、アマゾンで買った。人参のさ、サイズが分かんないんだけど、こんくらいに切っとけばいいかな。俺食わねえから適当でいいか。まあ多分こんくらいでいいと思います。結構ちっちゃく切ったんで。で、これの使い方が分かんねえ。どう使うんこれ、鶏のひき肉、どう使うんこれ。玉ねぎは絶対使うんで、とりあえず、まあ肉とかも絶対使うんじゃん。玉ねぎってこれ皮ですよね、これ。あれ、ちょっと玉ねぎってどうやって皮むくんですか。ちょっと待って、皮どうやってむくんの。分からん、やばい、どうしよう。皮ごと焼いても食えるかな。いや、ダメだ、さすがに全力やろう。とりあえず、あ、OKOKOK、これですね。そう、この白い部分が欲しかった。え、でも玉ねぎってさ、これどうやって剥くん？なんか全然皮剥けないんだけど、こんな手間かかることある？お母さん毎回こんなことやってる？こんなわけないよね。玉ねぎとか剥くのにこんな時間かかることないよ。わかんねえ、どうしよう。あ、ちなみに玉ねぎってあれらしいですね、猫が食うと死ぬらしいんで、そこだけ注意を払ってやっていきたいと思います。俺んち猫いるんでね。結構取れたわ。これはね、慣れてきた。ほら、慣れてなかったっす。
とりあえず全部取って、多分ここいらないんだよね、だからここ多分使わないから先切っとくわ。多分美味しくない部分なんで、もし食える部分だったら謝罪しておきます。ここで学んで次回以降は食うようにするんで。でこれ一玉絶対使うもんな、どのくらいだろう。いやもうちょっとあっていいな、切り方合ってるのか知らないけど、なんか多い気がするけど、まあいいや、こんくらい、こんくらい使います、こんくらい多分4分の1玉ぐらいですね、プロ風に言うと。まずこいつを細かく切り刻む、切り刻んでいく、切り方が分からん、ちょっと絶対合ってない。いやでもここら辺どうせまとめてぶち込むから、一旦ぐちゃぐちゃにしといていいや、ぐちゃっといて、こんなもんでいいんじゃないですか、結構切れたと思いますね。うん、いい感じに、こんぐらい小さくしとけば多分火も通ると思うんで、とりあえずオッケー。マジ一生迷ってるわ、これ使うかどうか。マジ使うん、これいらんやろ、これ使うんかな。まあいいや、とりあえず火つけます。じゃあ様子見て決めるわ。まず炙りもぶちかまして、あ開けてなかったです。で炙ってたらなんかね、あれなかった、こういうやつ、これでいいんかな。まあいっか、こうやって適当に、気持ちですね、この感覚です、感覚。炙り本回して、で、ピン、フライピンをまず温めます。とりあえず卵を溶きます。やべ、落とした、俺卵片手で割れるんですよ、どうすか、うまいっしょ、ここだけ、ここだけうまくない。まあ、多分2個ぐらいでいいっすね、1人分だったら。卵溶いといて、じゃあここにぶち込んでいきます。まず、おーい、多分ここら辺も全部入れといていいんで、ていうかこれ米みたいにしてさ、量多くね。まあいっか、入れて、やばい、絶対これサイズ感もちょっと、ケチャップで味付けします。ケチャップ味付けします、米にも。塩も軽く振っとこう。やべえ、ちょっと手汚れちゃった。美味しそうじゃないですか。結構ね、まあ、最低限食えるとは思うんですよ、今の状況。いや、待って、これ肉の使い方わからん、これ分かんないんで、これ使わないです、多分いらないです、これ使わないです、分かんないんで使いませんで、ただトウモロコシはおしゃれ要素として入れておきたいんで入れます、軽く。色合いが良くなる、やべ、出過ぎた絶対、まあいいや、色合いが良くなるんで。どうすか、どうめっちゃいい、色いいよ。米は完成でいいや。2人いるんで、多分ね、この皿、ちょ、うち食器なくてこれしかなかったんで、これにこれをよそいます。卵は最後にあれやります。で最後卵のエンドですね。
エンド卵でエンドで、この溶いてた卵をあ、てかミスったこれ、あれじゃん、やべ、どうやって半分にしよう、一人分で卵2個はさすがにやりすぎだから、やべ、どうしよう、やべ、なんか爆発しそう、ブルンゲルみたいになってきてる、大丈夫これ、なんかブルンゲルみたいになってきてるけど、てかこれさ、もしかして返さないとやばい、気づいたけど、ごめん。めっちゃジュージュー言ってるんですよ。いやでも焦げてないから、焦げてないっすね。これを半分にして上から切って、でこれをあと乗せるだけっすね。あよし、できた、どうっすか、いや、できたでしょ、これはどう、いや、かろうじてこれ、形にはなってる。一応、最後におしゃれ枠として、なんかオムライスのよくあるそう、文字書くやつで、何て書こうかな、あ、ありました、いいやつ1個、俺が作ったっていうことで、やべ、バー君ですね。うえい。そう。できたんで持っていこうかなと思います。おいしゃしゃ、おいしゃ、おいしゃしゃ。オムライスです。でも思ったよりはオムライスですね。これなんか。ね、だったよりはビチャビチャしてない。ちょっとクレーマーですか。クレーマーもしかして。いや旦那さん、味です、味。そう、味が全てです。あ、でもえ、これ何書いてんの。それ俺のアイコンですね。あ、本当だ。あー、バー君。そう、これだけうまい。あ、すげえ。それだけうまい。え、ちょっと待って、なんかこうひっくり返してさ、いや、めっちゃ疑ってるんだけど、めっちゃ疑ってますけど。いただきます。いただきます。うわ、味な。味ないっすよ。え、味ないっすか。いやでも俺これ全部食えますね、これなら。おい、うん、いや食えるけど、食えるんだったら OK。 うん、味はない。完成点分かりましたわ。米と卵にちゃんと味付けするべきでした。卵何も味付けしてないかな。うん、ケチャップがあと3倍ぐらいあれば美味しいかもしれない。 あります、追加。あります。追加オーダー、追加あるんで、で塩もあります。あ、でもまあ、うん、え、何点ぐらい。45点ぐらい。え、これ初めて作ったんですか、人生。あ、バー君が。そうだよ、人生初めてだったらまあ、50点ぐらいは。あ、ちなみに旦那さん、はい、ちゃんとその配慮して肉は使ってないです。ハムは使いましたけど。肉、いや、一応なんかひき肉があったんですよ、その。あ、はいはいはい、使える材料の中に。でもなんか肉ちょっと怖かったんで使ってないです。大丈夫です。いやでもまあでも食えるね、全然。うん、ケチャップがあればおい、ということです。ケチャップ最強。ということで、次回のイタリアンバロでお会いしましょう。さよなら。おい。